はい、順次です。では早速続きをやっていきましょう。このコンカーザブローゲーム3のエリアですね、行きましょう。まずはここね、よっよっよし、ここちょっと広いですね。んで、これはうわー難しいな。よし、いいね、 OK、 ここだね。あー欲しい、もうちょい。久しぶりに帰ってきて懐かしい感じもしつつ、相変わらずの鬼畜ぶりを発揮しているコンカーザブローゲーム3ですね。よ、あれなんだろうな。 OK、 いった。次はそこ着地ね。あー何してんの。よし、いいぞ、よし、いったぞ、いいぞいいぞ。ここはギリ近づいて多分ジャンプ当たらないのよ。よしよし、でどこまで行く、こう、 OK で左側に近づいてもうちょい行ける。そう、この微調整が難しい。 OK、 OK、 あぶね、いいぞ、 OK、 これどうやって行こう。どこで行く、手前ですね。二段ジャンプで行けても手前か。手前着地してくぐるか。よし、行くぞ。今。OK。いいぞ、いいぞ。もう一回行くよ。端っこだね。OK。来たぜ。いいぞ、いいぞ。で、これは一段ジャンプだね。いつものようにあれよ、いつものように。前回のあの鬼畜エリアと同じようにやれ。行くぞ、よし来た、いいね、いい感じだね、上手くなってきたね。いいぞいいぞ、あ、おい、さて問題はここだ。これこれこれきついぞ。よしよし、最後一回右まで行けばいいんだよ。直で行こうと思うなよ。一回右に飛べ。行くぞ行くぞ、ちょっと待って、怖いな、あまり高くジャンプすんなよ、当たるぞ。あ、二段ジャンプか。よしよし、オッケー、やったー、ブローゲーム。どうだ、もう大丈夫だよね。針はやめて、でもあんまり針が飛んでくること少ないから、大丈夫そうだとは思うんですけど、一応ね。オッケー、超えた、ブローゲーム3。次はここか。これはわお、1回、うん、1回、よしで、あ、1回で、くそ、むずいな。 OK、 もう1回同じことやれよ。あお、よし、わっ、くそ意外と狭い。アホイアホイアホイホイ、よし、オッケー、いったね。次は上か。よしよし、いきますよ。これは、あ、これよし、いった。ここもいいね。これは1回じゃいけないから、やっぱりあそこの間に入んのか。うわー欲しいと思うんだよな。 OK、 よし来た、いいね、いい感じ。次はさっさと行けかな、これは。難しいな。今か、いったいった、おしおし、いいぞ。うわ、EV 来たね、これ。EV 来たぞ、これ。これ来たね。よし、いいね、いい感じですね。鍛えられてるね。よっ。よっ。あ、バカバカバカ、危ねえ、危ねえ。よっ、危ねえ。よっ、よし、いいぞ。ちょっと待て。ちょっ、うっそ、またか。おお何をしてんだよ、もう。
そ、一回、うわお、くそー、もう6つ。よし、来たぞ。 OK で、スルスルか。うわー、6つ、くそ。いいぞ。よし、来たぞ、2回目いくぜ。よし、来た。 OK、 セーブ。いいね、いいね、順調順調。ステージ1だからって進めないのはまあ紙が薄いですからね。よし、これは順調だろ。いくぜよ。あー、何してる。 OK、 これはいいね。で、で、あっ、うわ、今絶対やったと思ったね。思ったねじゃなくてもう、いいね。よし、来た。 OK、 よし、これだぞ。次もうまたこれか。いいだろう、かかってこい。これさ、どこでジャンプせえの。いけんのかな、一回で。あ、いけそうだね。この辺、いや、やっぱりこの辺だよな。よし、うわー、何してる。難しいな、これ初めてですね、この配置。こういう平べったいハリちゃん。よし、いった。で、OK。よし、行ったぜ。2個目のセーブか。次は3つ目に向かって出発だ。で、よっ。あれ、はい、なんか近くないか、これ。大丈夫？うー、ここか。そう。カメリア2でもありましたよね、これ、水中ステージで。よし、行った。OK。次、こう。いいね。うわ、届かない。よし、いいぞ。はい、 OK。 で、こっちか。あー、くそ、欲しいことは分かってんだよ。よし、いった。で、これはこれどうする。一回、え、あー、そっか、ツルはツルでもあまり助走つけちゃダメか。むずい。 OK。 あー、この微妙な、あー、そっかそっか、別に、そうだね、下まで降りていいのか、こういう感じか、多分そうですね。よしよしよし。あ、欲しい。 OK、 来たぞ。危ねえ。一発でいけるのかな。一回入った方がいいかな。はいはい。あー、でもそこ EV か。マジか。そうだよね、一回入った方がいいか、これ。いや、一回でいけんじゃねえかな。一回で行ってみますね。よっ、危ねえ。今当たったと思った。よしよし、いいぞ。欲しい欲しい欲しい。行くぜ。よっ、くっそー、やるな。よし、来れた。やった、イエス。次、ゴー。どう、ちょっと待って、暗いぞ。暗いけど針は、あ、うっすら見えますね、針。まあでもほとんど分かんねえな、これ。やられながら行くしかないっすか。手前にあるね。あ、そこでは見えなかった。こうか。うぅ、よっ。 OK。 あそこまで行く。
ど、それ以前、そうだよね、そこで使わなきゃダメだもんね。下にあるんですよ、上と右を向いている針が。その間ぐらいで2段ジャンプ使わないと越えらんないもんね。よっ、ここ、あーダメだ、難しいね。やってくれるぜ。そして、あーくそ、あ、いける。あ、そうかそうか、そうやっていくのか。よし、これだ。よしよし、いいぞ。オッケーオッケーオッケー。次どこにある針？2個先、3つ目ないよね多分。うわー、なんていうこと、もったいない。よし、ね、うわそうか、頭抜けてんのか。よし、あとは、あとどうなってる？先がわからんな。2個先いいのか。ちょっここに来てトラップか。マジか。じゃあそれは誘発か。で、これを誘発ね。よしよし。うわっ、かすった。よし、いいぞ。で、2個先は大丈夫だ。あ、うわ、やっべ、ジャンプ力足んない。どうなってる？そこないか。じゃあ、オッケーオッケー。あとは？あとどうなってる？そこ1回でジャンプして越えていく感じか。オッケー、イエス、セーブ。オッケーオッケー、いいぞいいぞ。あとはどうなってる？こうこう、うわ、ここはちょっとうっすら見えるんだよな。とりあえず飛んでみるか。右下、いや、行こう。あれ、あ、そこに2つあって、ということですね。まずはここ、左右か。 OKOK、OK OK、ってことは左右に、針があるので、だからこう行けよっ。おっ、えマジか。よっ、よし来た。ちょっと待って、これなんか難しいぞ、これ、ここどうなってんだ。マジか、スルーではいけないもんな。最後の鬼門。よし、で、小さいジャンプですり寄ってって2段ジャンプだね多分。あ、ダメ、今のはダメだったな。あ、今の欲しい。よし、オッケー、大丈夫、あぶねえ。オッケー、セーブ。いやー、なかなか難しいステージ、目白押しですね。オッケー、ではこの暗闇ステージ、おそらく後編ですかね、やっていきたいと、次回の動画でやっていきたいと思います。そろそろボスだと思うので、一面のね、気合い入れていきたいと思います。はい、よし、では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。